今日は放送終わろうかで、どうしたの？これ楽しいから、みんなぜひともやってみてください。なんやここ、俺の部屋もう置くもんないからね。え、まあ、ダメだな。可愛い女の子を置きたい、ここに。待ってて、みんな。さあ、部屋がまた一つ増えました。あ、もうレベル上がんじゃん。ねえ。ちょっと向こう、こっち側にもつけとくか、明かりをちょっと。お！レベルアップ！プップー！よし。明かり適当につけとこう。誕生日なの。そうだよ、俺今日誕生日だよ。いやー、なんかいいねこれ。この家すごいいいなー、やっぱね。みんなもぜひともね、住みたい方はぜひとも住んでください。お待ちしてます。ネット環境ないって、ネット環境ない方がいいかもよ、みんな、ね、健康な生活で送れるかもしれない。はい、到着でーす。さてと、こっちこれ壊すか。これある意味がない、ここに。これはこの施設、建物はもう壊そう。即刻ぶっ壊しだ。ウェイ。ほい。おら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 。壊れろ。よし。さあ、これ壊して、大砲どうしようかな。どうする、みんな。まだ未定だぞ、それは。よし。空き部屋壊れた！雪でも置いとこ。雪でいいんだ。さあ、何するんだっけ。とりあえず、あ、フレーム倒しに行くんだっけ。フレーム今から倒しに行く前に、また上に戻って、ね。よし。寝ましょう。おやすみー。うわー。この、広い部屋、広いベッド、ここをね、一人で眠るっていうのは、とっても気持ちいいね。おはよう、みんな。いい朝だね。あー、俺も将来あんな部屋で一人で寝たいな。ねえ。いいよね、ほんと。あれ、マグマ地帯ってどこだっけ、みんな。青いと、旅の扉の先だっけ。全然覚えてないぞ。で、ちょっととりあえずサボテンステーキ作っとこう。青で合ってる？オッケー、ありがとう。よし、近くを押すと、うわっ！うわー、なんか素敵な家がある。ほら、高級マンション、タワマンや、あれ。みんな。タワマンや、タワマン。住みたいやろ、みんな。ねえ、ダメやで、みんな。あれ、俺の家やからな。よし。あれ、家賃で16万の家やから。うんこじゃない。巻き草はない。さて、
氷の玉玉を敵にぶっ放してきてくれと、ね、お願いされたんだよね、確か。さあ、フレイムをやっつけに行きましょう。さあ、まあまあ、とりあえずフレイム求めて、ね、ガンガン進みたいと思いまーす。ドロンドは住んでないよ。タワーマウンテン。マウンテンではないよ。影が出て下の住民が迷惑してます。いや、知ったこっちゃねえ。知ったこっちゃねえじゃん。怒られるんだよな、多分。ねえ。おら!ウィーウィー多分落とさなかった、お前。なんか落とせや。さあ、フレイムさんをやっつけましょうか。氷の弾丸!うわ、強っ、俺。え、一撃やん、あいつ。クソ弱えな。フレームドロップ1個ゲット。まだおるぞ。どれぐらい届くんやろ。氷の弾丸、あ、シャドウみたいなもんか、要は。ねえ。外した。連続で置いた、あ、え、それ外すん。結構これコントロールいる。これプロ野球選手ならなあかんかもしれん。濃厚やないって、俺。ほら。うん。うん、まセンスが感じられるわ、これ。フレームすぐ復活せんかな。やめて。フレームちゃん。フレームちゃん。いませんか?あと一個。ねえ。ブリザードも出そうだなって。ブリザードはいたよ、それ、さっき。あのドラゴンの骨って動くんやったっけ?あ、フレイムおった。でもちょっと待って、俺、ドラゴンの骨行こう。さあ、雪を、ここに置くとどうなるか試してみようか、みんな。ああ!雪は、マグマ石になる!竜族の骨ゲットした。お前、それもやった、前やったやろ。え、ほんま?土は、なれへんやろ?ほら。みんな。当たり前でしょ?これは、世紀の発見やで、みんな。うわ、こいつ強い。死ね!よし、さあ、5個ゲットできたんで帰りましょうか、今から。ねえ、知らんかった?これもう、超重要情報やからな、みんな。内緒にしといてや、みんな。ワザップとか書かんといてや。ねえ、ワザップ。もう、とりあえず、攻略サイトがなかったワザップ見ときゃ、全部書いてるからな。紙サイト。よし。ネタバレしたらあかんで、みんな。俺だけの情報やからな、今の。うちのリスナーだけのものにしとこう、これは。マソっぽいんじゃねえ。ワザップ使ってるやついるの?俺使ってるよ。ふい。さあ、君も。退治して神勢を。よし。意外とおるなぁ。そんじゃあ、帰りたいと思いまーす。キメラの翼は、今度、羽集めとくわ。あんま持ってねえからな、お前。ライザップじゃない。なんとかップって、最近確かに多いな。そう考えると。え、トレンドなの?ちょ、みんなもなんか新サービスを始めるとき、なんか、なんとかップって名前にすると、いけるかもしれん、みんな。スマップ!うわ!出た、すげえ !N ザップ、やばねえ、ショップ、うわ、やばい!お店ってやべえ!ヘラップ?やばいぞ!おー、ダイダラ、よくご苦労。うん、やっぱり、ねえ、効果ありそうだった。さて、フレームドロップの力を改めて分析して、なんとか、兵器を開発してくるわ。オッケー。ありがとう、ダイダラ。さあ、炎だな、30個もらった。ありがとうございます。ジョニー・デップ。結構いっぱいおるな。ねえ。スーパーカップとかね。F カップ。うわ、やばい。F カップって最強じゃん。集中力片っ端から奪っていく。
筋肉がうざいぞ。いや、頭が、ダメだ。作業部屋を作ってくれって?え?いいよ。部屋を作ってくれって。かわいいやつやな、お前。マシン工房ね。イエイ。そのマシン工房を作ってくれとの、ね、かわいいお願いですね。まあ、ここの土地開けてるんで、ここ使っちゃうか。あいうえお順でなんか適当にやっときゃ、数打ち当たるってやつ。くぅ。さあ、ここに設計図を置いて、見てみましょうか。おー、まあ、ぼちぼちええ部屋になるんちゃうかな、これで。ねえ。どうしようかな。一段高くするか。どうしよう。なんかねむずいよね、みんな、これって。どの辺に置くかっていうの。こうやって空高くに置くのもありやと思うし。ねえ、とりあえず、まあ、整地しましょうか。どうしよう。高く。あー、どうしよう。どっちも。いや、まあ、いいや。削ろう。削ろう。ここは。青い床石。あざっす。床だらです。あえて下げる。その発想はなかった。天才かよ、うちのリスナー。あえて、低め?そこか!それはいいぞ。俺のね、インスピレーションに、もう火がついた、ちょっと。よし。ほい。ま、なんか、すごい暗くなってきた。なんで?でっかい雲があるのかな?よし。ほい。いいぞ。ほう。上の部屋邪魔。邪魔じゃないでしょ。さあ、だいぶ綺麗になってきましたね、この辺りの土地も。うい。さあ、すげえ綺麗。ほい。さて、大きさ的にまず確認しましょうか。まず、これですね。ってことは、隅っこに合わせましょうか、せっかくなんで。ペッと。じゃ、ここまで、だな。とりあえず、この範囲で、掘っていきましょうか。あー、横を掘りすぎた。よし。回収しよう。さあ、これで、あとは、低くしていきましょう。ねえ。オッケー。じゃあ、ちょっと、まあ、ここは、新しい作業部屋になるっていう記念で置いといて、一旦今日は寝ようと思います。はぁ!あ、ちょっと待って、これベッド足りなくなったんじゃね?うわ、ちょっと待って待って待って。うわ、筋肉寝てるし。お風呂場。うわー、天空都市行かなあかん。だるい。天空都市遠いんだよ。いいよ、自分の部屋で寝るよ、今日も。だるいに草じゃねえよ。俺は草生えねえんだよ、それに。まあまあまあ、いいでしょう。帰ります。苦闘席で寝るとか羨ましいだろ?さて、ね、マシン工房が、まだ作ってる途中でございますが、ね、どんどん発展させていきましょう。第3章は、いいね、みんな。ね、独自の、ね、アイディアで。あ!ここまでか、掘れるのって。うわぁ!
下が結構、あれなんだね。あれ、第一章ともっと下掘れたよね。よいしょ。マグマ隊のね、ステージだから、そういう制限があるんでしょうかね、ここは。よいしょ。ほい。あ、でも床は制限されてなかったわ。よかったよかった。もともと低い土地なんだろう。そうかもしれんな。いや、確かにコメントでも、土地低いでってなんか言われてた気もしなくもないもん。ほい。大砲でも床掘れないの。これ多分高さ制限の限界のとこでしょ。なので、多分ダメです。あ、違うな。こうだな。ほい。わー、すごい。で、ここに設計図を改めて、引きましょう。ぴったし。動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方は、ぜひともチャンネル登録お願いします。スマホ、タブレットの方は、動画の下のここをタッチ。パソコンの方は、動画の下のここをクリックしてね。また、ツイッターもやってます。更新情報や日常などをつぶやいていますので、よければフォローしてください。詳細文からアクセスできますよ。それではまた次の動画も見てください。じゃあのー。